様 HPL ベースボールパークへお越しくださいまして誠にありがとうございます。第106回全国高等学校野球選手権福島大会大会4日目の今日はこちら HPL ベースボールパークで1試合を行っております。第1試合に近江兄弟社高校と国際情報高校の試合は8対2で近江兄弟社高校が勝ちました。これより行われます高専高校と綾葉高校の試合に先立ちまして両チームのラインナップ並びにアンパイアをお知らせいたします。先攻三塁側綾葉高校1番ショート小川くん、ショート小川くん。2番サード北村くん、サード北村くん。3番セカンド楠橋くん、セカンド楠橋くん。4番ファースト山本仁一郎くん、ファースト山本くん。5番レフト正代くん、レフト正代くん。6番ライト酒井くん、ライト酒井くん。7番キャッチャー北川博文くん、キャッチャー北川博文くん。8番ピッチャー竹村くん、ピッチャー竹村くん。9番センター北川陽生くん、センター北川陽生くん。高校一塁側高専高校1番セカンド奥村明人くん、セカンド奥村くん。2番キャッチャー瀬田くん、キャッチャー瀬田くん。3番センター沢村くん、センター沢村くん。4番ショート小松くん、ショート小松くん。5番レフト田中なるくん、レフト田中くん。6番ファースト前川くん、ファースト前川くん。7番ライト土川くん、ライト土川くん。8番ピッチャー宮脇くん、ピッチャー宮脇くん。9番サード西村くん、サード西村くん。審判は球審細井、球審細井、塁審一塁丸沢、一塁丸沢、二塁犬丸、二塁犬丸、三塁村田、三塁村田。以上4種でございます。高専高校対綾葉高校の試合に試合開始まで今しばらくお待ちくださいませ。
し上げ、まもなく開始でございます。まず守ります光星高校のピッチャーは宮脇くん、キャッチャー瀬田くん、ファースト前川くん、セカンド奥村明人くん、サード石村くん、ショート小松くん、レフト田中成くん、センター沢村くん、ライト土川くん、
4番ファースト山本仁一郎君、ファースト山本君。Right.
1回の裏、法政高校の攻撃は1番セカンド奥村明人君、セカンド奥村君。2回の表、
綾波高校の攻撃は7番キャッチャー北川博之君、キャッチャー北川博之君。2回の裏、光星高校の攻撃は5番レフト田中成君、レフト田中君。
7番ライト土川くん、ライト土川くん。Thank you.
知らせいたします。ピッチャー宮脇くんに代わりまして柏原くん、8番ピッチャー柏原くん。Thank you.
Thank you.
で綾葉高校の攻撃は7番キャッチャー北川博文君。ご覧のような雨の状況ですので試合を一時中断いたします。あしからずご了承くださいませ。雨天のため一時中断。
ません長らくお待たせいたしました。ただいまから試合を再開いたします。バッターは8番ピッチャー竹村君。
4回の裏、合成高校の攻撃は2番キャッチャー瀬田君。Yeah!
Thank you.
8番竹村君に代わりまして横井長君、バッターは横井長君。
石村君。6回の表、綾葉高校の攻撃は9番センター北川陽生君。Thank you.
Thank you.
4番に山本京太郎さんの前にファースト、4番ファースト山本京太郎さん。6回の裏、法政高校の攻撃は1番セカンド奥村君。Thank you.
8番ピッチャー小西くん、ピッチャー小西くんに代わりまして掛戸くん、バッターは掛戸くん。
5番レフト田中杏。Thank you.
方が勝ち。2回戦に駒を進めました。最後